心大家听到情人节呢三个字会有过敏反应，因此我哋就渐进式入歌减低过敏源。由 Bus Entertainment 改名叫做 Atom Entertainment， 就在西方情人节的第二日在酒店当中举行情人节公演。在公演当中当然少不免玩游戏，只不过当你资深的 fans 和你的队友要进行深度交流的时候，你情何以堪呢？我は真帆のことめっちゃ好きやね。俺じゃあかんかな。一时的意气用事，分分钟全队受罚。シダックスからはバレンタインということで、お手製のチョコレート。だってシダックスさっきね、まだダンスの練習。ありがとうございます。はい、というわけで、やばっ、やばっ、カラスが出せるんだよ。やべえ、髪やばっ、止まんないんだけど。まずいし、辛い。唔系啊，痛啊，痛！只不过你嚟打情骂俏定系分手要狠，呢一排都要忍忍口啦。因为武汉肺炎肆虐，连毕业礼都要延期。去到人多嘅地方都要记得戴口罩、勤洗手。毕竟不要打嘴炮，因为口水非常脏。